ですよ。20、いつだっけ、25ぐらい、あさってぐらいから無料で、今回すごいんですよ、173で無料で見れるんですよ。そう、アーカイブが。なのでマジで全員見た方がいい。本当に本当に全員見た方がいいです。語彙力ないですね、もう本当に。だから私もそう、無料なの。だから絶対見るの、私も。また絶対見ようと思って。そうね、本当にすごかった。そう、見れなかった方も絶対これは見るべき。泣けるし笑えるし笑顔にもなれるし、面白いところもあるし、もう全部、本当にこれはね、見ないとね損ですよ。もうどの方が出てきた時にもなんかもう湧くというより震えるよね、本当に。なんかもうすごすぎて、てかもう峯岸さんの、なんだろう、もう本当にもうアイドル峯岸さんがかっこよすぎて、素敵すぎて、そう サナつん、何の話してんの そうなんですよ。そうっていうか、本当にそのなんだろう、峯岸さんのやっぱラストの1期生さんじゃないですか、最後の1期生さんだから、やっぱりすごいね、本当に1期生さんとかがすごくたくさんいらっしゃったし、でもこんなにもすごい方とか、すごいたくさんの方をさ、やっぱ呼べるというかさ、出演するコンサートを作れるのって、もう多分もう1期生さんって考えたら峯岸さんじゃないですか、が最後だったわけじゃないですか。だからさ、本当になんかかっこよすぎるし、なんか私も小学生の時にずっと小学生の時から AKB さん好きで、で私まあ推しメンが本当に多いのであれなんですけど、でも基本的に結構最初はチーム K さんがすごく、なんか1期生さんがとりあえずやっぱ好きだったんですよね。そうで、そう板野友美さんが一番最初に好きになったんですけど、で私のその推し編したことはないんですよ、推し増しはいっぱいしてるけど。でその中で推しにもちろん峯岸さんも入ってたし、そう多分基本的に私 DD だから、そんなになんか熱があるっては思わないかもしれないけど、すごいポスターとかをめっちゃ部屋に飾ってたり、 DVD とか CD とかいっぱい持ってたり、その握手会とかには広島だったのでなかなか行けたり、ライブとかは行けなかったけど、普通にオタクだったし、もう基本的に DD だけど、まあポスターは結構いろんなの貼ってて、あと本とかめっちゃ買ってたの そう、なんか雑誌とか AKB 新聞とかも毎月買ってて、まだ広島に多分めっちゃこんな量とか多分 あるんですけど、そうだからもうすっごい、なんだろう、めっちゃやっぱもう DD なので、その基本誰が出ても嬉しいみたいな。そう、もうすごい地方のオタクはポスター貼りがち そうなの。そうで、やっぱもう本当にずっと、もう私はアイドルになりたいと思ったのはやっぱ AKB さんだから、もちろんずっと他にもこうアイドルさん、 AKB さんの前には見てたかもしれないけど、物心的にこう夢としてアイドルになりたいって多分すごく明確に思ったのはやっぱり AKB さんだから、私にとってその原点はこうやっぱり AKB さんなんですよね。そうだから、まあ、今日もずっと、まあ、曲とかを予想したりするのがすごく楽しかったし、そう、あこの曲やこの曲やってなるのが、なんか全部は歌えるっていうほどではないんですけど、でも知らない曲はほぼなかったかな多分だったり、そういろいろ
んだろう、在宅なりに私もすごく追っていたので、すごいなんかすごいなって。でもこうやっぱ自分に置き換えると、あ、このステージで私たちもやったんだなって、憧れてた方が今立ってらっしゃるステージで私たちも、自分もこのステージに立ってたんだなって思ったら、なんかすっごすぎてなんか感慨深いなってすごく思ったんですけど、そうで指原さんがもう登場された瞬間サナと湧いてましたサナと湧いてましたでもまああれですね、もうオーディションもいっぱい受けたしAKB グループさん、48グループさんのオーディションももちろん受けたこともありますし、そうだから私はそう夢は AKB さんって小学校6年生の卒業のやつには将来の夢の欄に AKB48 さんって書いてるんですよ。 AKB48 さんとトリマーって書いてあるんですよ、なぜかわかんないけど AKB48 さんとトリマーっていう謎の2個書いてるんですよ私で、まあ、確かに夢がはだからこう AKB48 さんでは私はないですけどないですけど、でもその48グループさんの指原さんにプロデュースしていただいて、今はイコールラブで本当に良かったって思うし、 AKB さんに入ってたらもし AKB さんで良かったってきっと思うと思うんだけど、私は今はイコールラブで良かったって思うから、なんか夢を叶えたって言ったらAKB さんじゃないじゃんって思われた、夢叶ってないって言われるかもしれないけど、でも私にとってはそれは夢が叶ったことと今は同じ気持ちなので、なんかすごく不思議な気持ち。ずっとなんか峯岸さんのこともシュキピでその監督さんをやっていただいたんですけど、でもずっとなんか山本さやかさんとか指原さんとかもみんなそうなんですけど、私にとってはもうテレビの中の人で、なんかこれは CG なんじゃないかっていうぐらい、もうなんか本当に私もずっと AKB さんが好きすぎて、もう見まくってたんですよ。そうだからもうテレビの中の人、なんか現実にいない、会えるわけがないって思ってて、でもなんか夢の中では会いたいからって、もし会えた時のこととかを想像とかすごいしてたのね。そうだけなんかめっちゃ不思議な気持ちなんですよ。だから峯岸さんにまずシュキピの監督をしていただいたっていうこと自体、まずもうその時点で私にとっては非現実なんですよ正直。だからなんかあんまりアンはこう表でとかそのご本人さん前でとかあんま言えない、なんかなんだろう、感情をそのあんまりバーって言えなくて、なんかなんだろう、好きなそういう憧れの方を前にすると逆にキュッキュッってなっちゃう人だから、そういうことあんま伝えたり行動をしたりっていうことが私は苦手っていうか、あんまりその嬉しいとかを素直にバーっていうことがは得意ではないちょっと苦手なんですけど、だからこういうショールームとかだったらこうやって言えるんですけどそうなんですよ。だからなんか本当になんか今日すごいなんか幸せでした。すごい分かるって言ってくれて嬉しい。私もイコラブメンバーに会えたのが夢のようだって思えてるよって、ありがとう。もうなんか自分が今はもしかするとそういう夢を届ける与える立場に慣れてるのかなって思ったらすごく嬉しいし、すごく幸せでした。本当にすごかった。本当になんかなんだろう、でも監督さんをしてくださった時の峯岸さんとはまた違ったし、でもさ、もうやっぱなんでしょう、卒業される方って本当にもう世界で一番綺麗じゃないですかだからなんかもう顔が
映るたびにもう顔がもう本当にちっちゃくて、もうなんか美しすぎて、なんか前に進もうって、もうやり残したことはない、アイドル人生悔いはないっていう表情だったり、もうすごくその今の時間を楽しんでらっしゃる表情とか、なんか全部が本当に素敵すぎて、なんかなんだろう、こうやってこう綺麗に、なんだろう、綺麗な姿でこうやってできることってすごいなって思って、なんか素敵だなって本当に本当に思いました。あー、結婚式の花嫁さんに近い感じ、あー、わかるかもしれないそう、すっごく綺麗でした。でもその指原さんのがやっぱ私たち的には、指原さんがそのステージ上にいらっしゃる時はなんかやっぱりなんていうんだろう、不思議な気持ちっていうか、すごいでもなんか嬉しくなるのなんか勝手にね指原さんだって、絶対に指原さんが出演されてる時はもうサナとずっとニヤニヤ、もうなんか楽しくてしょうがなくてなんかだって指原さんの MC が絶対に面白いんですもん。だからもうさすがすぎて、もう本当に、でも本当にあと高見菜さんのあの声が聞けたことが本当にすごすぎてなんかうわって私もなんだろう、その OG メンバーさんの衣装を着ても全員違和感がない感が、全然もう全員現役感がすごすぎて、なんかもう普通に全然現役メンバーさんじゃないっていうぐらいすぎて、もう全員卒業生さんが、なんかもうすごいなって思いました。なんかもうそれに感動しすぎて、なんかもうオーラがすごすぎて、でもああやって近くでこう一曲でもその少しの瞬間でもあの OG メンバーさんたちと同じステージに立てるってすごいことだなって思って、そう本当に本当に、なんかでもそれを後輩の皆さんにの夢じゃないですか、きっとそれって、それを最後に多分きっと最後にかわかんないけど、そうやって叶えてあげられるのがきっと峯岸みなみさんだから、やっぱりそうなんかもうなんだろう、それもすごくかっこいいなって思ったし、なんだろう、峯岸さんのなんかずっとハッシュタグとかいっぱい見てて、いろんなメンバーさんをつぶやいてらっしゃるの見てたりしても、もうすごくこう尊敬されてて、すごく慕われててとか、なんかもう文章ですごく伝わってくるんですよね。だからもう本当に偉大な方だなって思って、でもなんか卒業コンサートを見てる間はもう本当に夢の空間だったっていうか、そうで終わった瞬間、待って明日私たちもツアーじゃんって思いました待ってみたいな、あれ明日私たちが今度はっていうか明日は私も歌って踊ってるんだって思って明日はそっか、自分もコンサートしてるんだって思いましたそう、でもそのスティックバルーンとか、そう結構私たちもウォンチューとかでさ、結構スティックバルーンを使ってたじゃないですか。それでそのこれをやってたからすごくこうって思ってそうもうねあれでした、もうなんか湧きましたあれやと思って全力でこうやってやってました。そうでもあれ難しいですね、なんかこうやっぱメンバーさん見たいけどさ、そのこのスティックバルーンやるためにそのモニター見ないといけなくって
そうすごいなんかこう目がやっぱ足りないなって思ったんですけど楽しかったです。でも一体感がすごかった。そうでその前のスティックバルーンを使う前の MC でそのなんだろうメンバーさんがそのスティックバルーンの説明とかスティックバルーンをこうやってくださいっていう使い方の説明をしてらっしゃったんですよ。で私たちも、まあ、説明したこととかなんかあるんですけどちょっと新しいすごいあれ素敵だなというかなんか私たちはやったことないなって思ったそのやり方がメンバーさんがこうやってねステージに立ってでといろんな感覚で立つんですよ。で一人のメンバーさん走るんです走るっていうかバーっていくんですよ。それでなんか表現してるというかこうやってその来た時にスティックバルーンを叩いてくださいねみたいなそうそれでなんかやってらっしゃったんですね。その時にMC 中にすごいなんかこのメンバーの中ですごい一番最年長を走らせてしまってるみたいなあれがあったんですよ MC が。だから私がサナに言ったんですよ。あじゃあイコラブで次これやるときこれちょっとやらせてやろうかってこの MC こういう感じでスティックバルーン使うときやろうかってで最年長が走ってるっていう話をしてたからサナツ走ってねっつったら絶対やだーって断られました断られましたはい、うちの最年長は走る気ないそうです。はい、お断りされましたので、はい、私前いよりと走ったからさ、そういうの3月に走っていただいてって言って、そうね、まあ、うちにはノグチーターがいるんですけど、サナツにちょっと私が最年長さんが走ってるんだって、はいあなたねうちではあなたですよって言ったら、いやだ無理って言ってた、絶対やだって言ってたおじさんが喋りまくってた話好きいやもうねそこもまあ確かにすごかったんだけど、もうすごかったんだけど、うん本当にすごかったけどさ、すごかった。え、見た篠田麻里子さんが載せてらっしゃる OG 全員集合写真は見てない、ちょっと見ますね。さっきね、4枚載せてらっしゃる写真は見た。私の大好きなともちんさんが全部に入ってて湧いてました。一人で普通にオタク普通にオタク。えでも全然若い女の方とかいらっしゃいました。全然サナツンがアンナ走れと言ってます。じゃあ年長組2人で走ろうぜ。アンナ全然走るよ、アンナ走るの好きだから。え、もう言ったの、ともみさん本当にめちゃくちゃ綺麗だった、本当に綺麗だった。いやだからね今日ね、そのマネージャーさんと花とサナと4人でタクシーに乗ってたんですよ行く時にで予想してたんですよ、何の曲かなとか夕日とか桜の花びらたちとかみたいな感じで、まあ、予想してて、で OG メンバーさんが誰が来るかなっていう予想をもう普通にしてたんですよ。そしてでその時にアンがなんか、でも板野友美さん来てほしいけど今ねもうおめでたいお話がこう最近ニュースになったばっかりじゃないですか、だからどうだろうねって来たら湧くって言ってたら登場されたので、もう湧きますよね。ね、それはね、本当ね、本当に、本当に。紙瀬取りだったよ。
でも私昔よりは正直終えてないかもしれないけど、意外にその今日モニターとかを見ながら結構いろんなメンバーさん分かるかもって思いました。なんかフルネームまではあれでも、なんとなくお名前とか結構なんだろう、ああ何期生さんだよねとか、ドラフトさんだよねとか、ドラフト3、ドラフト3って言ったら3期生、ドラフト3期になるかとか、なんか結構なんかまだちょっといけるかもって思った結構本当に楽しかった。大島麻衣さん知ってます知ってます。そうなんだよ、終わるのよ私11時半に俺まだ26分だよね。そうか、そうなのっていう話。明日はちょっと朝配信する可能性高いです。なのでまあもうちょっとで終わるんです。あ、28分、あれ私の時計ずれてる、26分って書いてある。ちょっとまだこれから峯岸さんの卒コンのタグ見るのね、すごい好き、なんか愛が溢れてて好きもう愛しかなくて好きです。ということでそんな感じで明日朝するかもしれないので通知をオンにしてくださってたら嬉しいです。今日本当にもうとかもうなんだろう、もうとか皆さんとかもそうだし、瀬原さんもだし、現役メンバーさんもだし、 OG メンバーさんもだし、そして峯岸さんもだし、いろんな方のすごいところを見させていただいて、なんかもうやっぱ高見菜さんがいらっしゃるだけでこんなにもなんだろう締まるんだとか、すごいなんか MC とか煽りとかあと全部のなんかもうすごすぎて、でも一個出ました、吸収したものが出せるように明日また新たな気持ちで頑張りたいと思いますので、明日愛知県にのツアーに来てくださる皆さんよろしくお願いしますということで、この後はイコノエどうですかが23時半からあるので、終わります。順位を読みます。13位がマーボーイケルさん、12位が MKT さん、11位がホワイトマンバさん、10位がニーさん、9位がエンドアさん、8位が DOM75 さん、7位がジッスン、6位がトモ、5位がレグルスさん、4位がユーシスさん、3位がヒロヤン、2位がユカリン、1位がタカピロです。ありがとうございます。ランダム3人いきます。1人目てつさん、2人目小島だよんさん、3人目ゆうちゃんさんです。今日はね誕生日の方いなかったと思う、明日いらっしゃる、明日3人いらっしゃる、だから朝しかワンチャンしないから、もしあれだったら明日の朝って感じでお願いします。あ、ちなみにここにあの空気が抜けていますがあります。ということでじゃんけんします。せーの、じゃんけんじゃんけんじゃんけんチョキだけです。それではおやすみとボール弁当箱、次はイコノエどうですかの実況配信よろしくお願いします。バイバーイ、さよなら、ありがとうございました。バイバイ、口の色最後までなかったね、あんまり。バイバーイ。